こんにちは、速稼塾の久保です。どうしてもね、オリンピックを優先したいという気持ちから、もうゴリ押しのね、そしてもう筒抜けの対策、緊急事態宣言も地に落ちたもんだと思いますけども、ここ何日かオリンピックを強行したいがあまりに中途半端な無意無策なその場限りの対策を練った結果、この日本がどうなっているのかってことがね、一部ねメールで紹介されてますので、ちょっと読ませていただきますね。例えば島根県と松江市は13日新たに7名が新型コロナに感染したと発表したとあります。鳥取県と鳥取市は13日1人が新型コロナウイルス、広島市は13日新たに149人が新型コロナウイルスと。で、広島福山市寮にある従業員10人以上の全事業所を対象にした広島県の新型コロナウイルスの PCR 集中検査で、全ての予約の受付は13日午前11時半までで止まっているということで、トラブルが起きて検査ができないという状況ですね。で、山口県でも新型コロナウイルス48人が一気に発見されましたということでございます。で、広島県内13日午後3時コロナウイルス165人です。広島ね、今これ同じ日に起きていることですよ。で、岡山県で13日男女171人のコロナウイルス、広島県の湯崎知事は13日に臨時の記者会見を開いて、そしてですね、新規感染者が200人を超えるとの見通しを明らかにしました。毎日何百人という形で積み上がっているということですね。で、広島県は合わせて13日新たに46人が新型コロナウイルスに感染したということでございました。すでに発表していた広島市の149人、そして福山市の9人、呉市の7人と合わせて211人となったということで、くしくも湯崎知事の言われた通り200人を突破したということになります。記者会見のすぐ後にこうなったということですね。で、政府はここで政府が出てくるんですよ。13日新たに広島、岡山、群馬、石川、熊本の5県に新型コロナウイルスまん延防措置の発令で、まん防がね適用されるということでございます。で、最後のニュースですけど、鳥取県と鳥取市は13日夜、鳥取、商工、これはね高校ですね、で新型コロナウイルスのクラスターが発生したということで、バレーボール部員9人が感染ということでございます。いかがですかね、オリンピックをやるがあまり、いろいろとね筒抜けになっているところと、あと同時にですね、いろんな要請を出す裏側で保証がないから、もう国民動いちゃいますよね。だからしっかりと保証してね、学校も例えばお休みにするんだったら、そのためのね保証をぐっと積むと。で、教員さんはちょっとロングバケーション取ってもらってもいいと思うんですよ。お休みなくやってますんでね。そういうこととかね、それからリモートっていうのをもうこれを機会にがっつりとやると。リモートの授業のうちだということでね、法規的措置でやればいいと思うんですよね。もうできない方は、できない方はまた別の対策をすればいいと思うんですよ。どっちにしてもできないわけですから、無理やり登校させるからおかしなことになりますからね。繰り返しますけど、私はいや高橋洋一さんじゃないけど、この程度のことではそんなにね国を挙げて対策を取る必要はないと思うんですけども、ただもう世論がね出来上がっちゃってますから、コロナウイルスが危険だと、かかったら死んでしまうと、いやいや死者数とか死亡率はむちゃくちゃ低いよということをなかなかね伝えにくいし、これを言うとね、いや一人一人の命そんな軽く扱っちゃダメだみたいな論点ずらしが始まるんで、それはお亡くなりになった方は気の毒ですよ。もちろん健康で長生きした方がいいと思いますけども、でもコロナウイルスにかかってなくたって別の死因が私たちに残されてるわけなんですよね。だむしろ新型コロナウイルスと関係ない若い方がね、不自由に生きて、それこそ死にたいになってしまったりとか、将来の目は詰まれたりとかして、なんかそっちの反動の方が大きいんじゃないかなってこともそろそろ冷静に考えなくてはならなくて、そう考えるとね、オリンピックとかなんとかやってる場合じゃないんですよ。賠償金だって払えばいいじゃないですか。なんですか、国民一律給付13兆円かかったわけでしょ。じゃあバッハ会長に1兆円ぐらい渡してこれでなしねって、それで済む話なんですよ。で、どさくさん紛れてもう一回国民一律給付すればいいんですよ。なんかね、その金銭感覚がおかしいっていうかね、そもそもお金いくら吸ったって国債の発行なんで気にしなくていいわけですよ。それでいてなんか増税論が出るわけでしょ。本当にふざけてますよね。税金取り上げたって誰もね給料増えないんですよ。誰もねいい思いしないんですよ。何の意味もないんですよ。だからこの税金論はまた別でやろうと思いますけどね。とにかくこうやって新型コロナの報道を細かくやるマスコミはちょっとくだらないんですけども、でもマスコミやってね、国民が知りたがってるから数字が取れるからやるんですよ。だから私たちの意識が、一般国民の意識が、この新型コロナウイルスとかね、もうこういうことに関わってらんないって、もっともっと大事なことをやるっていうふうに動いていかないとダメですよね。言うほどですよ、新型コロナウイルスは危険じゃないですよ。これはどう見ても現実を捉えたらですよ。
ただそれにかかっちゃったら社会的不安でかかりたくないって気持ちがあります。だって隔離措置取らないといけないんでしょ。それの方が厄介ですよ。かかってどうってことはなくてもそっちの方が厄介です。新型コロナウイルスかかったらほとんど死んでしまうとか、そんな致命的なもんじゃないですからね。それこそ SARS の方が恐ろしかったわけですから、まあ、あとはね、受け入れ病院っていうのが、いろんな事情があって増えてないみたいですけども、それはね、ワクチンが入ってくるという前提だから、もう病院の許可っていうのもそうなってくるのかなと思っちゃいますよね。まあこの辺ね、なんかね、いろんな事情があるんでしょうけどもね、なかなかうまくいかないですね、まあ私は普段通りまたこうやって YouTube やるだけです。いや、皆さんの気持ちも聞かせてください。不安なところとかね、バクバクしいと思うところいろいろあると思います。私もね、いろんな気持ち変わりました、この1年。不安だっていう時もあれば、まあいいんじゃないのって時もあったり、ちょっとやりすぎじゃないか、バカバカしいなとかね、かと思ったらやっぱりもう一回きちんした方がいいんじゃないかなとかね、結論、新型コロナウイルスについては何も分かってないと。分かってない人が分かったように喋ってるから、それが最も雑音だなというところでございますね。はい、では失礼します。